どうもこんにちは、クリエイターのコタです。この M1 MacBook Pro 13インチとってもいいんですけど、ちょっと困ったこともあったんですよね。今回は前回の動画 M1 MacBook Pro 13インチの使い心地から引き継いで、 M1 MacBook の問題点とより快適に使う方法、新しい Mac 買うならいつがいいかについて語っていきたいと思います。前回の動画を見ていない方はそちらと合わせて見ていただくとより理解が深まると思います。これから Mac を買おうか迷っている人、 Mac をより快適に使いたいと思っている人の参考になれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。 M1 MacBook の問題点とより快適に使う方法。前回の動画でもお話したように、この M1 MacBook Pro 13インチとってもいいんですけど、その強い個性がゆえにちょっと困ったこともあったんですよね。まず何に困ったか、全部で3つあります。解決方法と合わせて語っていきたいと思います。まず1つ目、画面表示領域問題。これは買う前から覚悟していたことではあったんですけど、13インチの画面ははっきり言ってやっぱりちょっと狭いです。プレミアプロを開くとこんな感じ。お世辞にも快適に作業できる広さとは言い難いですよね。外部モニターにつなげば解消しますけど、でもそれじゃあ根本的な解決にはつながりません。もうこれはしょうがないよな、コンパクトさとトレードオフだもんななんて自分でも諦めていたんですけど、でも実は解決方法があったんです。 MacBook 13インチは Mac の OS の仕様で最大画面表示領域が 1680px×1050px に制限されています。でもこのディスプレイ、レティーナディスプレイなので、実はドットバイドットで 2560px×1600px 表示できるポテンシャルを秘めています。この表示領域を開放してくれるアプリがあれば、もっと広く使えるんじゃないか。そう思って見つけたアプリがこちら。ディスプレイメニューです。なんともシンプルなネーミングですよね。このアプリは通常4段階しか変更できない解像度設定をより細かく設定できるようにしてくれるアプリです。 Apple Store からインストールするとメニューバーにディスプレイアイコンが現れます。アイコンをクリックするとこんな感じで様々な画面サイズのリストが表示されます。ちゃんと 2560px×1600px 設定も備わっていますね。それでは試してみましょう。はい、こんな感じで広くなりました。通常の最大画面領域と比べるとこんなに違います。これなら快適ですよね。文字は小さくなりますが、読めるレベルでギリギリ保っています。このアプリは有料版も用意されています。無料版でも十分な気はしますが、せっかくなので違いを比べてみましょう。有料版はより選べる項目が増えていますね。僕はこのアプリを見つけたことで、今後 MacBook を買うときはもうずっと13インチでいいなぁと決心がつきました。続いて2つ目の問題です。外部ディスプレイ問題。 M1 の弱点としてよく取り上げられるのがこの外部ディスプレイ問題。現行の M1Mac シリーズは本体の内蔵ディスプレイの他にプラス1枚しか出力できない仕様となっています。モニターを並べてデュアルディスプレイとして使いたいユーザーにとってはちょっと痛い仕様ですよね。Windows 含め現在発売されているほとんどのノートパソコンは 4K ディスプレイ2枚に出力できるので、この点は M1Mac 劣っています。旧モデルの Intel MacBook Pro 13インチ自体は 4K ディスプレイ2枚に出力ができたので、むしろ退化した仕様とも言えますね。せっかくマシンパフォーマンスが上がったのに残念です。技術的には絶対可能だったと思うんですけどね。まあ、今後発売される上位機種と差別化するためにあえてこんな仕様にしてるんじゃないかなとちょっと疑っちゃうような仕様です。でも幸いなことに現行の M1 Mac でもあるものを使えば複数台の外部ディスプレイに 4K 出力できる方法があるんです。それはディスプレイリンク射精チップを採用した USB 拡張アダプターを使う方法です。おすすめなのがこちらの製品、プラグルブというブランドから出ている USB 拡張アダプターです。このハブを使えば複数台の外部ディスプレイに出力が可能です。実際に購入して試したところ、
こんな感じでしっかり 4K2 枚に出力できることが確認できました。ポートは HDMI とディスプレイポートが2つずつついています。 HDMI ポートとディスプレイポートを駆使すれば4画面出力できそうですが、 HDMI ポートとディスプレイポートは左右で排他的になっているので、使えるのはどちらか片方です。その他に LAN ポートがついていたり、コードがしまえる仕様になっていたり、USB Type A 変換アダプターがついていたりと、なかなか気の利いた製品です。ディスプレイリンクに対応したハブは探せば多く出回っているんですが、そのほとんどが 1080p までしか対応していないので注意が必要です。 4K2 枚に表示できるものってまだ意外とないんですよね。このプラグルブのアダプターはしっかりと 4K2 枚出力できるのでおすすめです。あと余談ですが、 M1 Mac から外部出力するとなぜか映らないディスプレイもたまにあるんですよね。例えば僕も愛用している外部レコーダーとして有名なアトモス Ninja 5、なぜか M1 に繋がらないんです。認識はしてるみたいなんですけど全く映らないんですよね。インテル Mac はこのような問題がありませんでした。でも M1 Mac はダメなんです。何が原因なのかネットで調べてみたんですけど、なかなか情報が載ってないんですよね。まあ、Twitter で検索したら一件だけ M1 Mac mini から Atomos Ninja 5に出力ができないってつぶやいている方がいたので、まあ、おそらくこれは MacBook Pro だけの問題ではなくて M1 Mac 全体の問題だと思います。これから M1 Mac で How to 動画とかも作っていきたいなと思っていたので、まあ、これはねちょっとショックでした。でもダメ元でこのプラグルブのアダプターを使ってみたら、なんと普通に映ったんですよね。まあ、個人的にはこれすごく嬉しい発見でした。続いて3つ目の問題、アプリの対応問題。多くのアプリが少しずつ Apple Silicon ネイティブ対応してきていますが、まだ少し時間がかかりそうですね。Apple のティム・クック氏が今後2年かけて移行していくと言っていたのもうなずけます。インテル時代のほとんどのアプリがロゼッタ通常で動くので、そこまでは困らないんですが、SE の人とか、Mac にローカル環境を構築するような使い方をする人は、ちょっと困る場面もあるかもしれませんね。僕は Web デザインをするときに CSS を SCSS で書いたり、MAMP を使ってローカル環境を作ったりしてるんですが、インストールにとっても手こずりました。アプリ自体は問題なく動くのに、プラグインが対応していなかったり、ターミナルを使ってインストールしようにも、どこを調べても M1 Mac 用のノウハウがなかったりして苦戦しました。本業のベテランプログラマーさんとかなら、こういう問題に直面しても楽しんで乗り越えていくスキルあると思うんですけど、新米プログラマーさんとかね、まあ、勉強中の学生さんなんかはちょっとこの時点で心が折れちゃうかもしれません。またリファレンスが少なすぎて今までみたくググっても通用しない状況があります。時間が経てばね、まあ、これも全て解決する問題だとは思うんですけど、まだまだちょっと時間がかかりそうです。この問題は次の問題とも関係してきます。それは新しい Mac 買うならいつがいいかという問題。もうパソコンが壊れてすぐに買い替えなきゃいけない状況なら M1 Mac の購入をお勧めしますが、今の Mac や Windows が使えて買い替えを検討している方はちょっと悩ましいですよね。さっき言ったアプリの対応問題もありますし、新製品の発売時期とも関係してきます。そんな悩める方のためにおすすめな参考サイトを2つ紹介します。まず1つ目、 Is Apple Silicon Ready というサイト。このサイトはアプリの Apple Silicon 対応状況を確認することのできるサイトです。このサイトの嬉しいところ、それは各ユーザー層に合わせてアプリをソートできるところです。例えばデザイン界隈、デザインタブを開くとハイになっているので乗り換えても問題なさそうです。Photoshop は Apple Silicon の最適化の欄に緑のチェックマークがついているので正式対応しているようですね。でも Adobe XD はまだ正式対応に至っていないようですね。ロゼッタ通常での動作となります。ビデオ制作系も見てみましょう。あと少しと表示されています。 Adobe の After Effects は正式対応がまだみたいですね。システム開発系はというとこ
ちらもだいぶ対応が進んできました。まあ、ちょっと前に覗いた時はまだまだな感じがあったんですけど、かなり対応してきている印象です。アプリの対応状況はこんな感じでサイトをチェックしていけばバッチリですね。あと新しい Mac 買うかどうするかの判断としては、次の新製品がいつ出るかということも重要です。そんな時におすすめなのがこちらのサイト、 Apple Days。 このサイトは Apple 製品の買い時を教えてくれるサイトです。過去の新製品発売周期から今買うべきかを予測してくれます。例えば MacBook Pro 13インチは発売から150日が経過したようです。買ってしまえと表示が出ています。次のモデルの発売はもう少し時間かかりそうです。 MacBook Pro 16インチはというと、近日中に新型が出る可能性があります。情報収集をと表示されています。こちらはちょっと待った方が良さそうですね。 Mac 以外にも iPhone や iPad などの発売周期も調べられるので、 Apple 製品の購入を検討されている方は要チェックです。ぜひ参考にしてみてください。この動画で紹介した情報は概要欄にリンクを貼っておきます。また Mac 関連の話題や見つけたアプリとかね、まあ、動画にしていきたいと思っています。質問やリクエストある場合はコメントください。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので、下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。